皆さんこんにちは。あなたのくるくるクールがマリオメーカー実況を今日もやっていきたいと思います。今回は一番最初に YouTuber コーダさんのコースを遊んでみたいと思います。水中だと難しいんじゃないか説を検証。ベストクリアタイム6秒、クリア率 9%。 早速遊んでいきましょう。コーダさんの動画の中でもやってらっしゃいましたね。クリボーが階段状になっているの、水中と地上どっちが難しいんじゃいってことなんだけど、これってもしかしてタイミング次第では一発で行けたりしないかなと思ったけど無理だよね。怖い。待って、クリア率 6% だよ。そんなに、なんか、あれでも今クリボーさんたくさんやられていったね。クリボンか、あーおー。なんかこれだけ締めてるクリボンさん、気持ち悪い。踏む気がなくてもどんどん踏んで上に上がっていっちゃう、この辛さ分かってもらえるかな。あ、何何山の超気持ちいいんだけど、くたばれクリボン。よいしょ。ドイツが起きてるクリボンで、ドイツが起きてないクリボンなのか、その見分けが大変だわ。これどう、これで上の方のやつも落ちてくるんじゃないのって思ったけど落ちてこないのかい。あ、油断した。ストライク。ちょっとずつおいで。よし、ちょっとずつ減らしていこう。安全第一、安全第一。あ、怖い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 。これ上の方が安全ですよね、下よりも。そう、もうちょっと奥のまで倒したかったな。どうだ、ストライク。この辺が全然動いてこないな。この辺倒さないと全然進めない。ほい、どうだ、今がチャンス、今がチャンス、今がチャンス。グッバイチャー。すごい、50秒以上かけて超ゆっくりしたゴールになった。イエーイ。コーダさんのコースかなり難しいのが多いじゃないですか。楽しいんだけどね。このコースはクリア率も高いし、すっごい楽しめました。水中だと難しいんじゃないかな。地上よりは難しいと思う。うん、クリアいたしました。次のコース遊んでいこう。なんだこれは。ブラックパックに追いかけられるスピードラン、ユイトゼットさん。お、追っかけられてますね。壁キックからの。やることは普通のスピランとはちょっと違う感じかな。三段ジャンプとかそういうのは今のところないし、こういう丸々とか動くリフトとかそういうやらしいギミックをできるだけ急いで突破していきようっていう感じのコースだね。もう姿形見えてきた。追っかけてきた。追っかけてこなくていいのにね。よいしょ、くるくる。すごい、全部の音符に引っかかるなんて逆にすごくないですか。なかなかないでしょう今のは。こっち来て、よいしょ、一発で突破していく。下に罠はなかった、危ねえ。鬼畜コースだと当然下に床なんてあるわけがないんで、落ちるよ、登るよ。ここ登るのが難しいね。ゆっくりゆっくり落ち着いて。もうブラックパック振り切ってんじゃないの。まだついてきてんの。いつまでついてくんだよ。あんまりしつこいやつは嫌われるよ。これは三段ジャンプじゃなかったわ。この道中に敵がいないのは助かりますね。うんで、クリア率は低くはならないはず、こういうコースだと。壁キック。ちょっと寂しいな。もうちょっと敵がいてもいいんだけども。ほい、クリアー。もうブラックパックなんか姿形も見えないぐらい振り切ってやりました。これベストクリアタイムを狙ってみるのも面白いかもしれないですね。ブラックパックに追っかけられるスピードラン、ユイトゼットさんのコースでした。ありがとうございます。それでは次のコース遊んでいきましょう。はい、お次はこちらのコース。暑い日は涼しいところにいたい、楽しくスピードランママニャさん。ベストクリア率は、ベストクリア率、クリアタイム41秒、クリア率 9.45%。 いいねランキング難しいの第2位のコース遊んでいきたいと思います。
最近本当に暑い日が続いてるんでね、皆さん熱中症には十分お気をつけください。くるくるさんはもう完全に夏バテしております。ここは種に引っかからないようにって言おうと思った瞬間に引っかかるんでね、それがくるくるクオリティ。もうみんなご存知だと思うから改めて言うまでもないかな。次は三段ジャンプっぽい動きをして上カウを投げれない。残り30秒。さっき引っかかったのはバネのところだっけ。そこ以外は普通に行けた気がするんだけど。はい、お邪魔いたしましょう。どこだっけ、ここのバネか。見えないんだよ、動きがわからないんだよ。また引っかかった。あれ、結構な引く度が引っかかってたんじゃないの。涼しいところ、涼しいところ、どこが涼しいんだい。パを投げるよ、早めに投げるよ、上行くよ。次は何が待ち構えている。土管はこのまま真っ直ぐでいいのか。どんどん屋根っぽいのができてるけど、それが涼しいところっていうこと。そういうことでいいのかな。パウ投げて、落ちてくる敵でね、前の障害物がちょっと見にくい。それともあれが日差しのカーテンっぽくなってるのかもしれないね。さら残り10秒。クッパ3連星、ドッスン5連星だったかな。オッケー、敵のカーテンか。敵のカーテンで日差しを遮って、涼しくなろう。イエース。しかし熱いコースだった。熱くなっちゃったよ、思わず手に力を入ってしまった。暑い日は涼しいところにいたい、楽しくスピードランママニアさんでした。ありがとうございます。それでは今日はもう一コース遊んで終わりにしたいと思います。今日のラストはこちらですね。いいねランキング難しいの第1位のコースがまた変わっていたんで遊んでみましょう。クリア率 6%、 ベストクリアタイム1分7秒、マイクベイさん、こちらのコースに挑戦していきます。サムネイルを見た感じだとオーソドックスなコースのようですね。ほっほー、もらえるのもマリオの網。あお、もうダメージ食らってしまった。この先は多分パックンが出てくるんだろう。飛び出してくるんじゃなくてファイヤーを吐いてくるタイプか。あの羽根付きの今左側にいるみたいなパックンが出てくるのかなと思ってたけど、そういうわけではなかった。あ、結構これやばいやばい、狭い。こっちに、はーい、お邪魔しました。アミーボください。中間でもいいですよ、両方あると一番いいですよ。ほほーほほーって言いたいからアミーボくださいな。こっちこっちこっち、あぶねー、進みすぎ注意って感じがする。ここでまた一旦待機、降りるよ。よいしょ、気をつけて気をつけて、ここタイミングやばい。ほら今のタイミングやばいと思ったけど、今のタイミングしか生きようがなくない。はい、今度はアミーボのままさっきのところまで戻ってくることができました。今度こそ慎重にダメージ食らわないように、もう1回でも2回でもタイミング待っていくよ。あ、わかったぞ、どのタイミングで行けばいいのか。ここだ、このタイミング。ここはいける、オッケー。まだ中間ないの。うわ、クリボーが動いてくる。中間あったわ。アミーボ取り逃しちゃったけど、多分ホホーかな。ホホー。うわ、これなんていやらしい高さにいるの、このパックンさん。キューイ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 って言って、皆さんが思い浮かべるもの、ドラえもんのび太の恐竜な私は年代がバレる。よしよしじゃないけど、ゴリッタ。次は今のクモパッキンか。あれやばすぎません？こっち右向きで行くよ。ここだ、オッケー。次のエリア、次のエリア、ベストクリアタイムの人はもうとっくにクリアしてるんだよな。うわ、また来たよ、クモ野郎。よし、落ち着いて、アミーボゲットすれば。ほほー、落ち着いてアミーボで、ほほー、よけてよけて。ここらへんここらへんここらへん、一気に行く、今のところは一気に行く。ここらへんも一気に行きたかった。ほほー、
こっちもやばそうだけど、今度は雲が2体か。よし、どこ行こう。ここだ。あー、下のが見えない。喋る余裕がね。このアビーボンもね、あることあるんだけど、当てにしてるとやられます。すぐやられます。あっという間にやられます。オッケー、ここで当たっちゃダメ。この先がきついからここで当たっちゃダメ。ここだ。一気に行く、一気に行く、一気に行った。ドクドク。よし、避けた避けた。あー、当たっちゃった。ゴリ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 。あとちょっと。ここだー。どうだ。よっしゃー。あー、よかった。いつもの最後だ。いつもね、最後の最後でダメージ食らって畜生めーっていうことが多いんだけど、今回はなんとかね、言わずにクリアすることができた。超難しい、面白い。マイクベイさん、なんて読むの。ありがとうございました。4分かかったか。ありがとうございます。そして今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。また次回のマリオメーカーでお会いいたしましょう。チャンネル登録まだの方、よろしければチャンネル登録お願いいたします。それでは次回はあなたのコースにくるくるくる。バイバイ。